フランス語。フランス語は、インドヨーロッパ語族のイタリック語派に属する言語。ロマンス諸語の一つで、ラテン語の口語、属ラテン語から変化したフランス北部のオイル語、または、ウィゴ、が、母体と言われている。日本語では、フランス語、略して、普通語とも書く、世界で、英語、約80の国、地域に次ぐ2番目に、多くの国、地域で使用されている言語で、フランス。 スイス、ベルギー、カナダのほかかつて、フランスやベルギーの領域だった諸国を中心に29カ国で、公用語になっている、フランス語圏を参照。全世界で1億2、300万人が主要言語として、使用し、総和者数は2億人以上である。国際連合、欧州連合等の公用語の一つにも選ばれている。このフランス語の話者を、という、など、 を参照。フランス南部で用いられる、奥語をフランス語方言とすることもあるが、言語学的には、通常別系統の言語として扱う。記号が二つ並んでいるものは、右が有声音、左が無声音。記号が二つ並んでいるものは、右が遠心、左が平心。ビボイン四つを含んだ句の例として、美味しい白ワインが有名である。フランス語において、 基本的に C、R、F、L を除く語尾の詩音と母音の E は発音されない。フランス語の表記は、初学者には複雑に感じられるが、規則性は比較的高い。英語や日本語のローマ字表記とはかなり異なるため、フランス語を知らなければ正しく読むことはできないが、規則を覚えれば容易に発音できる。例えばは常にと発音する。しかし、ムッシュアではなくであり、女性。 つまではなくであるなど、イタリア語やスペイン語など他のロマンス諸語に比べると、例外が多い。やなど文脈によって発音が変わる単語もある。また、がすべてになるなど、しばしば異なる綴りが同じ発音を示すため、同音維語が多い。例えば、ワインと、二十、は、共にであり、また、形容詞、青、男性形単数と、その変化形のはすべてである。このため、 発音を聞いて書き分けるのは比較的難しい。ネイティブでさえもまさしく書けない人がいるほどで、フランスでは問題視されている。そういった難しさもあり、日本で行われている実用フランス語技能、検定試験、ダフの12級以降の級では、書き取り試験が行われ、CD で流れる文章を、文脈をしっかりと把握した上で、 動詞の活用は元より生徒数の一致に気をつけながら正しく書く能力が試される。書き取り試験ではあるが文法知識も試され実際のところこの書き取り問題で点を落とす受験者が非常に多いことからいかにフランス語を正しく書くのが難しいかが伺える。アルファベットのことをフランス語ではアルファベという アク悪山のつくところを強く読むわけではない。は、王と E の合字である。この組み合わせが単インで発音される語では、王と E は必ずこのようにつなげて書く。通常は、うでを表す。フランス語では引用符、英語では、として、ギュメギルアメツを用いる。フランス語の句頭点のうち、コンマ、ピリオド、カッコ、以外の疑問符、簡単符、コロン、セミコロン、 の前にはスペースを入れ、引用符の後と前にもやはりスペースを入れる。二十進法と十進法の組み合わせである。かなり複雑だが、これはフランスでの例であり、ベルギーやスイスでは七十を、九十を、さらに、スイスでは八十をで表し、比較的十進法に近い。継承。紀元前五十八年から紀元前五十一年にかけて、 共和制ローマのガイウスユリウスカエサルがガリア戦争を行い現在のフランスの領域のほぼ全域をローマ領としたことがこの地域にフランス語の祖母であるラテン語が本格的に導入されるきっかけとなったガリア戦争以前にはこの地域では主にケルト語系のゴール語が用いられていたがローマの支配が定着するにつれて ラテン語が優勢となっていき、ガロロマンス語と呼ばれるラテン語の方言群が成立した。この言語は、基本的に、ラテン語の影響が強くその一方ことと呼べる存在であったが、ケルト語からいくつかの音韻的な影響を受けたものだった。その後ローマ帝国の崩壊とともに、フランク王国がこの地域を支配すると、彼らの言語であったゲルマン系のコフランク語が持ち込まれ、 その影響を受けてこの地域のラテン語は大きく変容し、9世紀頃にはラテン語から完全に分離した古フランス語が成立した。その後、14世紀頃には中世フランス語へと変化し、17世紀にはアカデミー・フランセーズによってフランス語の順化、整備が行われて現代フランス語が成立した。フランス語の統制機関としてはアカデミー・フランセーズが挙げられる。 これは1635年に最小リシュリューによって創設された国家機関でフランス語の語法を整備して誰にでも理解できる言語とすることを目指しそのためにフランス語の辞書アカデミー・フランセーズ辞典を編纂することを目的としていたこのアカデミー・フランセーズ辞典は1694年に初版が発行された後現代に至るまで編纂 発行が続けられている。最も新しい時点は1992年に編纂されたものである。こうした言語の統制機関が国家によって創設されることは当時稀であり、これはそのままフランス語に対するフランス国家の強い影響力をもたらす根源となった。また、フランス語の現状に関する勧告を出すことも任務の一つであり、強制力こそないものの、 この韓国はフランス語に強い影響力を持つ。アカデミー・フランセイズは、フランス学士員を構成する5つのアカデミーの中で、最も古く地位の高いアカデミーである。アカデミー・フランセイズは、就寝人気を持つ40人の定員で構成され、欠員が生じた場合のみ補充が行われる。このメンバーは、フランス語話者の構成及び、アカデミー自体が、フランス政府の国家機関として、 成立、存続してきたフランスの歴史を反映して、フランス国民が、圧倒的に多いが、その他の国民であっても、ふさわしいと認められれば、会員となることができる。例えば、1983年に会員となった、レオポール・セダール・サンゴールは、20年にわたって、セネガル共和国の大統領を務めた人物であるが、フランス語詩人としても、非常に巧妙な存在であり、 また、フランス語圏の融和を図る国際機関であるフランコフォニー国際機関の設立を主導したことなどから会員となることを認められた。フランス語を母語話者とする人々が多数派を占めるのはフランス一国のみである。ただし、いくつかの国においてはフランス語の母語話者が大きな勢力を持っている。また、フランス国内において本来フランス語を母語とする地域は北。 フランスに限られており、南フランスの広い地域で話される、オック語を筆頭に、ブルターニ半島で話される、ケルト語系のブルトン語やアルザスで話される、ドイツ語系のアルザス語、コルシカ島で話される、イタリア語系のコルシカ語など、系統の異なるいくつかの地方言語が存在する。ただし、フランス政府は、最も早く言語を、政府の手で構築してきた国家であり、 フランス革命後は一貫してフランス語をフランスにおける唯一の言語であると規定してきた。こうしたことから教育をはじめとして国家による強力なフランス語普及政策が取られ、上記の各言語地域においても現代ではほとんどフランス語が話されるようになってきている。ただし19世紀後半まで、オック語復権運動、フェリブリージュなどが行われてきており、現在はこの状況には、 地方言語の保護の観点から批判が根強い。フランス以外で最も、フランス語の母語話者の割合が、大きい国家は、ベルギーであり、フランス語話者であり、ベルギー南部に居住する、ワロン人が人口の31%を占めている。ベルギーにおいては北部に住み、オランダ語の方言を話す、フランドル人が人口の60%を占めており、ワロン人との間には、 言語戦争と呼ばれる深刻な言語の対立状況が存在する。この対立を背景にしてベルギーは南北の連邦国家となっており、南部のワロン地域の大部分はフランス語共同体を形成している。また、首都のブリュッセルは言語境界線の北側にあるもののフランス語話者の人口が8割を占めており、ブリュッセル首都圏地域として二言語併用の独自地域となっている。ついで、 フランス語話者の割合が高い国家はスイスである。スイス人のうちフランス語の母語話者は20.38%を占め、64%を占めるドイツ語話者に次ぐ勢力を持っている。スイスのフランス語話者は国土の西部に集中しており、ジュネーブ州、ボー州、ヌーシャテル州、ジュラ州の4つの関東がフランス語話者が多数を占める、州としてフランス語を公用語としている。また、 言語境界線の両側にまたがるフリブール州及び、バレー州はフランス語とドイツ語の両言語を公用語としている。スイスは多言語主義を取る国家であり、連邦の公用語はドイツ語、フランス語、イタリア語の御子と語、それに国語としてロマン主語を加えた4つの言語を採用している。ヨーロッパ大陸においてフランス語の母語話者が大きな勢力を持つのはこの3カ国である。 この他、フランス語のボゴア社が大勢力を持つ国としてはカナダがある。フランス語のボゴア社は、カナダ総人口の22%を占め、無視できない勢力を持っている。特に、フランス語ア社が集中しているのは、東部のケベック州であり、連邦においては、英語とフランス語が共に公用語とされているものの、ケベック州の公用語はフランス語のみとなっており、 積極的な保護政策が取られている。この言語対立を背景にしばしば独立運動が繰り広げられる。フランス語のボゴア社が大きな勢力を持つのは上記地域に限られるが、その他の地域においてもかつて、フランスが広大なフランス植民地帝国を持っていた関係で、旧植民地においてフランス語を公用語とする国々は、数多く29カ国において、 公用語の地位を占めている。最もフランス語が公用語化されている地域はアフリカであり、旧フランス領地域においては、セネガル、ギニア、マリ、コートジボワール、ブルキナファソ、トーゴ、ベナン、ニジェール、チャド、中央アフリカ、カメルーン、ガボン、コンゴ共和国、コモロ、マダガスカル、ジブチにおいてフランス語は公用語となっている。旧フランス領のほか同じく、 フランス語を公用語とするベルギーの植民地であった。今後民主共和国及びブルンジもフランス語を公用語とする。一方、旧フランス領においても北アフリカに属するモーリタニア、モロッコ、アルジェリア、チュニジアにおいてはフランス語は公用語となっていない。これは、これらの国々の人口の大部分を占めるアラブ人の母語である。アラビア語も大言語であり、公用語化に耐えうる言語であったため、 独立後急速にアラビア語への公用語の切り替えが行われたためである。ただしこれらの国々においても特にエリート層はフランス語を自由に使いこなせるものが多く、巡公用語や文化言語として広く国内で通用する。特にアルジェリアでは1200万人前後がフランス語を常用するも参照。また旧ベルギー領であるルワンダは長らく フランス語を公用語としていたものの、ルワンダ虐殺の発生後フランスとの関係が急速に悪化し、2009年には英語を公用語に追加して、以降教育言語を英語に変更するなど、急速に英語の公用語化を進めている。また、セイシェルやモーリシャスは、ナポレオン戦争以後イギリス領となっていたものの、それ以前はフランス領であり、その時代に入植した人々がその後も残留したため、 社会の指導層はフランス語話者が占めており、両国とも共通語はフランス語となっている。また、国内で最も通用する言語もそれぞれフランス語系のクレオール言語である、セイシェルクレオール語とモーリシャスクレオール語である。このほか、フランスの海外圏であるマヨット及びレユニオンもフランス語を公用語としており、レユニオンは日常語もフランス語系のクレオール言語である。 レユニオンクレオール語となっている。新大陸においては、上記のカナダ以外にはハイチュが唯一フランス語を公用語とする国家である。また、ハイチにおいては、一般市民の日常語もフランス語系のクレオール言語であるハイチュ語となっている。また、公用語ではないが、旧フランス領であるルイジアナ州の南西部を中心に、ケージャンフランス語と呼ばれる。 フランス語の一派を話す人々が存在する。ショーアンティル諸島に点在するクアドループやマルティニーク、サンマルタン、サンバルテルミー島、および南アメリカ大陸のフランス領ギアナも、フランス語を公用語とする。オセアニアにおいては、かつて、イギリスとフランスの共同統治領であったバヌアツが、フランス語を公用語の一つとしている。また、フランスの海外領であるニューカレドニアおよび、 フランス領ポリネシア、タヒチ島など、ウォリス・フッツナもフランス語を公用語としている。アジアにおいては、旧フランス領である、ベトナム、ラオス、カンボジアの三国において、公用語が現地語化されてフランス語が、ほぼ通用しなくなっているが、わずかに、レバノンにおいてはやや通用し、順公用語的な扱いを受けている。こうしたフランス語者の言語共同体は、フランコフォニーと呼ばれ、 1970年にフランコフォニー国際機関が設立され、1986年には加盟国首脳の参加するフランコフォニーサミットが2年に一度開催されるようになるなど、フランス語圏諸国の協調が図られている。ただしフランコフォニー国際機関には、エジプトやギリシャ、ルーマニアなどのように国内にほとんどフランス語話者の存在しない国家も加盟しており、逆に、 フランス語話者の多やアルジェリアが参加していないなど、フランコフォニー国際機関加盟国がフランス語圏とは必ずしも言えない。フランス語は17世紀から19世紀までヨーロッパで最も有力な国際共通語であり、外交官用語として使われてきたため、国際機関において公用語となっていることが多い。具体例としては、以下の国際機関はフランス語を公用語とする。 国際連合、UN、国際オリンピック委員会、IOC、国際サッカー連盟、FIFA、国際電気通信連合、ITU、バンコク郵便連合、UPU、列国議会同盟、イスラム諸国会議機構、アフリカ連合、AU、北、大西洋条約機構、NATO、国際標準化機構、ISO、世界貿易機関、WTO、 経済協力開発機構 OECD これらの機関において多くの場合フランス語は唯一の公用語ではなく英語など他の言語と併用されているしかしながら19世紀から20世紀初頭においては国際共通語としての地位を持っていたことからこの時期に創設された国際機関であるバンコク郵便連合や国際オリンピック委員会 国際サッカー連盟においてフランス語は第一言語となっており、英語よりも地位が高くなっている。国際連合においては、英語とフランス語は国連事務局作業言語と定義されており、その他の国連公用語、ロシア語、中国語、スペイン語、アラビア語より位置づけが高い。また戦前には大日本帝国の日本国旅圏においても、 英語と伴いにフランス語が併記されていた。公式名称がフランス語である、世界的に著名な国際競技団体も多い。F1 を開催している、国際自動車連盟、モート GP を開催している国際モーターサイクリズム連盟、FIFA ワールドカップを開催している、国際サッカー連盟、国境なき医師団、近代オリンピックを開催している、国際オリンピック委員会などである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。